なあ、オタクはどう思う？こいつらに意志ってもんはねえのかな？バカみてえに、ただひたすら食いてえ。こいつらの目的は一体何なんだ？それは私がお答えしましょう。スエド、てめえふざけんなよ。いつも都合よく現れやがって。この惨状を高みの見物か。観察と分析こそが研究者の責務。私は私の行うべきことをただ粛々と行っているだけです。新田君も興味津々のイーターの研究をね。お前、イーターの目的を知っているのか？やはり興味をお持ちですか。あなたならきっとそうだろうと思っていました。多少長くはなりますが、あなたの素直な探求心に敬意を表して、今までの研究成果を教えて差し上げましょう。ところで新田君、あなたはなぜ食事をするんです？なんだよ急に。食事するのに目的も何もね。食べなきゃ死ぬだろ、生き物なんだから。その通り、食べるのは生きるためなんです。ではなぜ人は生きるのか。そんなもん死にたくねえからだろ。それは生物の本能に感情と論理の火花が乗っているだけです。もっともっと原始的に考えていただきたい。生物が生きるのは種を保存するため。そのために生物は環境に適応し、その遺伝子を書き換えてきた。すなわち進化です。進化？その通り。そしてそれは人間もイーターも変わりはありません。イーターは捕食したものをデータとして分解吸収し、自由に書き換える能力を有しています。これがあなた方もご存知のバグ化と呼ばれる現象ですが、これはとある能力の反作用の一つでしかなかった。イーターの真の能力はバグ化にあらず、彼らの真の能力はそれら吸収したデータを自らの中に再構成する力を有していることなのです。対象を捕食することで自らを書き換え、新たなる生命として生まれ変わる。つまりそれは進化。イーターは捕食を繰り返しながら、イーターも進化するために食べてる。そうです。イーターにとって生きることとは進化すること。進化し続けることにのみ生き続けることができるのです。なんとも素晴らしい能力だとは思いませんか。これぞ生命の究極の姿といっても過言ではない。イーターにとってはあらゆる存在が進化の契機なのです。それがたとえ現実とデジタルを隔てる壁であろうとも、彼らにとっては単なる餌でしかない。人間が育成層を経てようやくたどり着く境地を、イーターは個々の捕食機能で瞬時に成し得てしまえるのです。進化のためにイーターに次元の壁を食わせたってのか。お前とキシメは一体何をするつもりなんだ？確かに私は岸辺さんに協力していました。当面の目的は一致していましたからね。ですが私と岸辺さんが目的を同じくしていたのは、岸辺さんは次元の扉を開くと表現していましたが、私は壁の方がしっくりくるんですよね。意味的には扉でも同じですが。だー、壁でも扉でもどっちでもいいっつーの。それよりあんたには別の目的があるってのか。イーターに次元の壁を侵食させることで、我々の世界と隣接するデジタルワールドの境界は消失するんです。結果、現実世界はデジタルワールドの影響を受け、常時デジタルシフトし続けば、リアルとデジタルの完全なる融合。それが実現することで何ができると思いますか？
何ができるなんてものじゃありません。ありとあらゆることが可能になるんですよ。現実世界を自由自在に体験することも可能です。で、自分が求める完璧なものが得られるまで。そいつがあんたの目的か。それってひょっとして人間そのものの進化だったりもするのか。そうですね、新たな力の獲得は進化。新たな力のか。成し得たいことがあるのならば、たどり着きたい彼岸があるのならば、力あるものを喰らい自身を書き換えなさい。それは進化のためには必然の儀式なのです。何もせずに現状を嘆くのはただの怠慢ですよ。さあアルタ君、君はどうします？どうしたいんです？どうなりたいんです？俺は、いや、ところでアルタ君、なんだよまだ何か。気をつけた方がいいですよ。うしろ。進化できないものはいずれ淘汰される。迷いは禁物です。やあやあ、アルタ君、戻ってこられてよかったですね。ようやく進化の岐路に立てたというのに、消えてしまっては元も子もないですからね。ご気分はいかがですか？これはこれは、なんで結局俺は何も変わってない。誰一人守れないガキのままか。ああ、アルタ君でも、もう大丈夫です。もうすぐ悲しいことは何もなくなります。悲しみがなくなる。さあ、アルタ君、私と共にこの不完全な世界を新たなるステージへと押し上げるために。そうすれば君の望みも叶うはずです。心配してくれてんだよ。わかるぜ、なんたって長い付き合いだったんだからな。けどでかい宿題が残ってたことを思い出しちまった。力が必要なんだ。さすがアルタ君、変化を恐れない君の崇高な精神は尊敬に値します。君こそ新たな進化を遂げる新人類にふさわしい。君が望めば力など好きなだけ得られるでしょう。それは本当に君の望むものなのか、真田アルタ。京子さん、どうしてここに。何ですか、あなたは。邪魔をしないでいただきたい。彼はすでに歩むべき道を決めたのですよ。どうです、アルタ君、これが力です。プログラムを書き換え、世界の法則をリアルタイムで改変することができる。まだまだ魅力ではありますが、うん、すまん、悪いけど俺行く。それで後悔はしないのか。
ずっとしてたんだ。やめておけ。彼の決意は固い。今は何を言っても無駄だ。君が今すべきことは何だ。私の助手なら答えてみたまえ。全く意味がわからんが、君らしい答えではある。その答えがいかなる結末を導くか確かめるとしよう。今は深追いしても仕方がなさそうだ。一度事務所に帰るとしよう。極上のコーヒーが我々を待っている。とはいえ悠長に味わっている時間はないだろうがね。なるほど、そんなこともあったのか。いろいろと大変だったようだな。ああ、連絡を取らなかったのは悪かった。私は私で地上に現れたロイヤルナイツの動向を探っていたんだな。しかし苦労の甲斐あって彼らのおおよその位置はつかむことができたよ。今ロイヤルナイツの反応がある箇所は4箇所。お台場、渋谷、上野、そしてエデンだ。その中で最も明確な反応を示しているのはお台場。ここにはエグザモンはロイヤルナイツの中でも屈指の破壊力を持つ。だが今はイーターに侵食され活動が鈍っているようだ。今は防衛隊がエグザモンを取り囲み動きを監視している。しばらくは彼らに任せておいた方が良さそうだ。残りの3つ、渋谷の反応はマグナム、上野の反応はガンクーン、エデン内からはスレイプモンの反応を検出できた。今反応があるロイヤルナイツはこのくらいだ。残りの連中はおそらく意図的。さて次にやるべきことは分かっているな。我々がやるべきことはロイヤルナイツの勢力を少しでも分断すること。可能ならば仲間に引き入れ、そして。どうしたんだ。いまいち顔に締まりがないようだが大丈夫か。それならいいが、ふぬけていては仕事にならないぞ。よし、出発の前にカフェインを摂取していきたまえ。私も久しぶりに腕を振るおう。久々の一杯だ。ゆっくり味わうといい。おお、しばらく会わない間に味覚は成長したようだ。このコーヒーの味が分かるならば一人前だな。さあ仕事の時間だ。ロイヤルナイツの勢力を可能な限り我々の味方につけてこい。大丈夫かあんた。なんだこの異臭は。口から得体の知れない液体が。ふふ、やはりこのやりとりがないと始まらないな。
私に追いつけるものならやってみるがいい。私に触れることもできぬとはな。その調子ではスレイプモンと話をすることすらできないようだな。一度事務所に戻ってきたまえ、おそらくオメガモンが何かヒントをくれるはずだ。なるほど、スレイプモンか。手ごわい相手だな。スレイプモンのスピードにはこちらもスピードで対抗するしかないだろう。ふさわしいのは神速のスピードを持つアルフォース・ブルドラモンしかいないのだな。よりによってアルフォース・ブイドラモンか。実はアルフォース・ブイドラモンだけはどの地域からも反応が出なくてね。私も気配を手繰れない。おそらくは次元を超えている最中に扉が閉まり、残念だ。彼ならば必ず味方になってくれるのだな。肩を落とすのは早いかもしれないぞ。多元宇宙論、聞いたことはあるかな？もっと一般的な言い方をすればパラレルワールドというやつだ。世界というものは複数の多重構造を成している。可能性の数だけ世界は存在し得るという考え方は、世界で物事が起こるたびに違う可能性を持った現実が生まれ、枝葉のように分岐していく。並列した世界はそれぞれに独立し干渉し合うことはないとされているが、これと似た構造を我々はよく知っている。現実世界とデジタルワールドのことか。その通り。交わることがないとされていた2つ複数存在する平行世界と我々のいる現実世界がつながらないという法はない。つまり平行世界からアルフォース・ブイドラモンを連れてくる。そう、ご明察。もちろん無理は承知だが、幸いにもそういったことに詳しい人物が知り合い、名前はミカグラ・ミレイ。くしくもこの中野の住人だよ。しかしこの方法が実証できれば、イーターは別の世界、平行世界からやってきているという可能性も出てくるな。いや、ただの推論だよ。そんなことよりも今は他にやるべきことがある。ミカグラ・ミレイに話を聞いてみてくれ。彼女なら何か知っているはずだ。Thank you.
え。夢だぞ。はい、お師匠様。もっと体に力を入れ。気をしっかり払うか。そんなざまでは私の後を継がせることなどできぬ。嫌です。僕は絶対に強くなってロイヤルナイツ関空門のお師匠様の後を継ぐんだ。悩んでいるようだな、ハックモン。気が散じておるぞ。僕は不安なんです。本当にこのままでいいのかって。どんなに修行しても何かが足りない気がして。ほほう、一体何なのその何かと。わかりません。ただそんな気がするんです。僕もきっと